やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは。博愛会メディカルグループ介護老人保健施設明石家理学療法士の坂井氏です。はい、そうですね、あの明石家では、令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症5類感染症への引き下げを受け、入所様とご家族の面会を再開しております。予約制で1日6組、1組15分と制限はありますが、実際に会って顔が見られる、声が聞ける貴重な時間だと思いますので、ラジオを聞いてくださっているご家族の方いらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。まだまだ安心できる感染状況ではないので、職員一同気を抜かず日々のケアやリハビリに、尽力してまいります。これからも博愛会明石家をよろしくお願いいたします。では今日も最後までお付き合いください。お達者クラブレンズリレー、今週は明石家通所リハビリに通われている大島美子さんと本宮京子さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。私たち博愛会メディカルグループは、地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。ではお達者クラブフレンズリレーのお時間です。今日も明石家通所リハビリに通われているお二方に登場していただきます。ではご挨拶をお願いします。はい、大島美子です。88歳です。出身地は幕別町です。ありがとうございます。いや、幕別でからね、はい、出たことないからね、うん、他の人が旭川だからなんとかって言ってるでしょ、うん、恥ずかしいなと思ってた。そんなことない、うん、だから幕別って言っただけで後出ないから。大丈夫、僕も幕別生まれで幕別育ちやから、うん、ね、恥ずかしくないよ全然。いや恥ずかしいです。はい、はい、次の方お願いします。自己紹介。はい、本宮京子です。85歳です。出身地は上川郡東川町です。はい、はい、旭川の方ね、はい、こういったところからね、わざわざね、はい、幕別町の方に、ありがとうございます。はい、ではインタビューしていきたいと思います。はい、そしたら本宮さん、最近何を楽しんでらっしゃるんですか？ そうですね、あのとても庭が好きで、はい、まあ狭いんですけども、うん、町場でですったら180坪あるんです。ですから結構やりがいがあって、はい、それで野菜といったら毎年トマトとネギぐらいしか植えないんですけども、あとお花ばっかりでダリアとか、それから種から巻くの好きなんですよね。その種を春から巻いて毎日のように乾いたら水やりして、夜は発泡スチロールをかけて傷まないように目が寝るの楽しみにして、今双葉になってます。それが大きくなると
切り花になるんですって、あの袋にか、お花の袋に書いてありました。それで夫を亡くしておりますんで、ダリアとか、うん、その切り花になる花お花を選んで育てております。毎日覗き込んでおります。はい、ね、それがね今楽しみになってる、はい、楽しみです。はい、いいですね、はい、楽しみがあるってね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そしたら大島さんは最近何か楽しまれてることとか、はい、あね、まだまだね外へは出てないんだけど、うん、暖かくなったらね散歩して、うん、そして今度はやっぱりパークゴルフをやりたいなと思うけど、うん、足がねちょっとね、うん、お散歩は今でもしてるんですか？あね、暖かい時はしてるけどね、うん、今はしてないか、雪降った時はやらない。雪降った時はね、うん、やらない。もうね、雪も溶けてきたし、うん、そろそろ歩きに行けるね、うん、そして今度ね、うん、なんて言うんだろう、私らは幕別でもね池田よりなんだよね、うん、そしたらほら一角ったらすごく広いのね、うん、だから歩くのも大変なんだけど古、うん、も道がガタガタでね、うん、あんまり綺麗な道路じゃないのね。ない、うん、でも歩けてるんですね。綺麗じゃない分もしっかり歩けてて、うん、これを押して歩いてるから ね、 ね、ちょっと見えないけど、ね、そしたらね、途中でね、暖かくなったらブドウがなったとか、なんていうの、グスベリ、昔のあんなのなったって言ってくれるのね、うん、そしたらブドウはもらえるけどグスベリは残る、うん、ブドウもらってるんですか？うん、ブドウもらってんもらって、うん、お家に持って帰って、うんうん、食べる、洗って食べる、うん、で近所の人にお裾分けして、やらない、やらない全部自分で食べてる、うん、あいいね、散歩したらね、なんか楽しみね、そう、うん、何かもらえるかもしれないって楽しみで、いやそんなこと思ってないよそんなことは思ってないか、ね、そんなこと思って散歩したらダメですね。はい、じゃあ本宮さんにも聞いてみようかな、はい、本宮さんはお散歩とかしてますか？そうですね、うん、買い物とか特別時間を決めてってはしてないんですけど、うん、とにかく庭いじりが一番好きで、うん、もう本当に朝から晩までって言ってもいいくらい、ジンマシンになるくらい外にいては娘たちに怒られております。はい、なんかお二人ともねやるってなったらもう溺れるまでやるとかねジンマシン出るまでやるってやっちゃうからちょっとね私は心配でたまりませんけどもそれでもね、うん、私曜日によって全部決まってるんですよね。月曜からびっしりになって金曜日までね、だいたい決まってるもんですから、うん、その中に木曜日が一番好きな踊りが入ってるんです、日舞なんですけど、本当に上手な先生に、うん、捕獲キミコ先生っていう先生に教わってるんです、うん、はい、それも楽しみの一つです。下手ですけど私は私は下手ですけど、はい、全然、はい、ちょっとね、元宮さんがね、はい、たまにこうお部屋で踊りの神ね、はい、見てるのをちょっと私も横目でねちらっと見てるので、はい、今度ぜひ皆さんの前で披露していただけたらなと思うんですけども、どうですか？昔ですね、若い時に本当はアカシアの広場で、うん、ダイオを倒している時があったんです。 あ、はい、あそこでお友達と踊ったことあるんですよ。すごく緊張してね、うん、何も分からない、まさか私ここでお世話になってるなるっても思ってもいないでね、うん、緊張して2曲ぐらい踊ったことあるんです。はい、そうだったんですね、はい、でも今はなかなか、なかなかね、はい、
まあ、ちょっと機会があったらね、はい、またみんなの前で、はい、あ、恥ずかしがらずに踊ってみましょうか。お手伝いします。はい、お願いします。ぜひお願いします。本当だね。本当だね、うん。大島さんはどうですか。踊りなんか全然盆踊りしか知らない。そしたらね、あの元宮さんが踊ってる時に横で盆踊りすり合わんからダメだ。すり合わないからやめときますか、うんうん、ね。大島さんは最近なんか他してることあるかい。全然うちから出てないからわからない。うちから出ない、うん、月曜日から金曜日まで予定は。火曜日と金曜日はここ行くでしょ、うん、あとはうちにいる。あとはうちにいる、うん、そっか。お家で何してるんですか。何もしない。あれ、つながった。つながった、うん、つながってやるしょ。あの点つなぎ、うん、線つなぎ、うん、あれをやってる。そっか、ね、だから目が腫れて、ね、目が腫れるまでやってしまう、ね、ちょっとね、さっきも言ったけどやっぱやりすぎなのかもしれないですね、うん、ちょっとほどほどにいろいろやってきてしまった。まあ、そんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では今週のお達者リクエストです。今日は大島さんの好きな曲です。大島さん、この曲にはどんな思い出エピソードがありますか。あのね、私はね、老友会っていうとこへ入ってたのね、はい、そしたらその歌も何も知らないね、あんまり歌わないで鼻歌ぐらいは歌ってたんだけど、老友会の会長さんが好きな人がいてね、教えてくれたの、この森まさ子の歌を。それで好きになった。あら、そうだったんですね。ありがとうございます、はい、はい、では聞いていただきましょうか、皆さんに。ではお聴きください。大島さんの大好きな曲で、森まさ子の先生、はい、どうぞ。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか。例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけるとお待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891 331-891 フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。